ルナシー。ルナシー。ルナシーは、日本のビジュアル系、ロックバンド。1989年に、現メンバーで結成し、1992年、メジャーデビュー。2000年に終幕を宣言し、活動を休止したが、2010年に活動を再開した。ルナシーとは、ガツと、海という意味である。ルナは、ラテン語シーは英語である。インディーズ時代は、 狂気という意味のルニシーというバンド名であった。メジャーでの活動を視野に入れた彼らは一つの意味に縛られず、また音楽的にもガツのように変化があって、海のように深くという思いから最下章を C にし、二語としたルナ C に変更した。これは J の提案によるものである。また2000年に発売されたアルバムには初心に帰るという意味も込めて、 キューバンド名である、ルニシーというタイトルが付けられている。東京ドーム初の無料ライブ、ルニシー黒服限定ギグ、ザ・ホーリーナイトはルニシー名義で行い、最後のアンコールで演奏した、ロージアとマザー以外はすべてインディーズの頃の曲を演奏した。2015年開催のルナティックフェストでは、ルニシーとして、両日オープニングアクトを行った。杉また、 イノランとジェイはそれぞれ同じ高校に通っていたが、マヤ以外の三人は中学も一緒だった。ルイチはすべて別。元々はジェイとイノランがルニッシーというバンドをやっていて、スギゾは先輩のバンドに誘われてベースとして入ったが、一緒にやろうとそのバンドにマヤを誘った。その後、十八歳か十七歳の時にスギゾがピノッチオというバンドを作り、マヤも一緒だった。 インディーズの頃の J とマヤのインタビューによると、J イとイノランが遊びでやってた初めてのバンドがルニシーで、それと並行してマヤとスギゾはピノッチオという別のバンドをやっていた。ピノッチオは割とお調子者が揃っていたバンドだったのでお調子バンドをやっていて、激しかったルニシーにマヤは対抗意識を燃やしていた。J はピノッチオに対してうちより全然うまかった。 うちは気合いのみだったから、かっこ笑いという思いだった。二つのバンドは、地元のバンド仲間で、スタジオが一緒だったりして、よく顔を見かけていた。J とイノランが高校を出る出ない、進学、就職という時に、互いのバンドに最後まで残っていた四人で、一緒にやってみようかということになった。マヤは、ルニシーのライブを見た時に、俺が入った方がいいのになと思っていたので、誘われた時には、 すぐ、よし、やろうとなった。マヤ一人のインタビューによると、高校生時代のルニシーは、ハードコアっぽくて、硬派で、ピノッチオはもっと明るい感じの、全く反対の音だったので、ライバルバンドとして、気になっていた。高校3年の時、スギゾが、マヤの家に行き、バンドで一緒に、プロになろうと言い、マヤは、プロなんて果てしない道のりだと思っていたが、スギゾが、 やる気になればできるというので、それもいいかと思った。その後、進学や就活でルニッシーもピノッチオもガタッとなって、イノランと J がマヤのところに誘いに来たが、マヤはスギゾと一緒にやっていきたかったので、ルニッシーに入る代わりに、スギゾも入れて、ツインギターにしてくれという条件をつけた。マヤはたびたびルニッシーのサポートに入っていたが、 杉ぎぞ加入前は、イノランが仕方なしにギターソロを弾いていた。リュイチ加入後も、ジャンク、もう死んだふりさせないという未音源の曲のみ、ライブでギターソロを弾いていたが、それ以降は、生来の性格や好みもあり、楽曲のギターソロはすべて杉ぎぞが弾くようになった。作品については、メンバー全員が作詞、作曲に参加し作り上げる。まず、 メンバーの一人が原曲となる曲を持ち込み、それをもとにメンバー全員で作り込んでいく、ジャムセッションという方法を取りている。CD などの音源で公に出す前に、ライブで発表することもあるが、地やアレンジが大きく変更されることも多々ある。作詞は主にリュイ一が担当するが、原曲者が歌詞を持ち込むこともある。作曲は、すぎぞ J 原曲のものが、 シングルのタイトルナンバーに採用されることが多く、カップリングには、イノランが原曲を担当したものが多く採用されている。原曲の作曲者がクレジットされないようになってからでは、Until the Day, I Die, Lost World, Peace of A Broken Heart, s o s a t という曲でリュイチが、インサイド U, エコーという曲で、マヤが原曲を担当している。オリジナルアルバムのレコーディングでは、 まず最初に曲順を決めていた。これは特にマヤの希望によるもの。初期の作品はクレジットタイトルに作詞、作曲を担当したメンバーが表記されていたが、途中からはすべて作詞、作曲、ルナシーとしている。これは著作権から発生する印税収入などの権利を公平にし、5人全員で作品を作っているという意味が込められている。ルナシーには、 明確なリーダーが存在せず、また確立されていない。これについて J は NHK 総合のドキュメンタリーで全員が局面局面でイニシアチブを取れるから責任を押し付けるようなリーダーはいらないと発言している。意思決定は全会一致が原則。提案に対し決は取るが一人が否定すればその案は棄却される。J は他のバンドさんの前に5人がライバルだと語っている。 このように、メンバー一人一人の個性が非常に強くときには、衝突し合いながら、緊張感あふれる音楽を作っている様子を称して、市川哲司は、独立国家共同体バンド、音楽戦隊、エゴレンジャー、自己賢治欲のハルマゲドンなどと形容していた。バンド内でのそれぞれの役割について、インディーズの頃杉ぎは、ルイジは顔、マヤは骨、それにつく筋肉が J、俺は手足、 そしてイノランは、ルナシーサウンドのへそと言っていた。また、ルナシーのファンを、スレイブ、スレイブと呼び、6番目のメンバーとしている。スレイブは、オフィシャルファンクラブの名称でもあり、ファンクラブスレイブは、ルナシーが収幕していたまも活動を続け、現在に至る。最初の頃からファンは、黒い服を着てくる人が多く、自然と増えていったので、やったら面白そうという理由だけで、 黒服限定ギグを行い、その後も不定期に行うようになった。また、いい意味で裏切るため、メンバー全員白い衣装で、ライブに出ることもあった。ミュージックステーションの生放送に出演する場合、昼から始まるリハーサルを終えると、夜の出演までは、時間が空いてしまう。この空き時間に、杉ぞや J は、当時テレビ朝日の近くにあった CD ショップ、六本木ウェーブで、 出当たり次第気になる CD を買っていたという。また、スギゾは、土屋まさみや坂本隆一から、おすすめの音楽を教わっていた。このような音楽的貪欲さが、ルナシーというバンドの音楽性の基礎に、繋がっているのではないかとライターの藤谷は述べている。この他に、イノランは D ・アーランガーを尊敬しているという。スギゾはカオス UK、ディスチャージをルーツとしており、クラス、 ポップグループなども好きなバンドに挙げている。また、ルナシーの活動の初期にはバウハウスやなどのゴシックロックからも影響を受けていたという。なお、ここに記載されている来歴は、ライブ DVD である、ザ・ファイナルアクト、東京ドームのエンドロールとライブアルバム、ネバーソールド・アウトのブックレットに記載されているルニシー、バイオグラフィーを参考にしている。この年、メンバーの5人は、 ソロ活動をしていった。まず、隆一は、本名の河村隆一で、ソロ活動を開始。アルバム、ラブは、約300万枚という男性ソロシンガーとしては、歴代最高の売り上げを記し、年末には、NHK 紅白歌合戦にも出場するなど、わずか1年の間にソロシンガーとしての地位を、不動のものにした。また、俳優、タレントとしても、テレビやドラマなどにも出演し、 お茶の間にも進出した。杉ぞといのらんじマヤも、それぞれに、精力的な音源制作、ライブ活動で5人が5人独特の活動を展開してみせた。ここにシンガーデビューを果たし、ランクインさせた。1997年の活動休止中から、ソロアーティストとしてもキャリアをスタートさせていた5人は、終幕後も5人ご用の活動を続けていた。また、 多くのアーティストは解散後ファンクラブも終了する場合が多いが、終幕後もファンクラブスレイブは存続していた。それぞれの活動、河村隆一、J、マヤ、フェイクすぎぞ、シャグとしてある雑誌のインタビューを受けた際に、ルナシー開幕について聞かれ、すぎぞ以外のメンバーはそれに肯定的なことを言っていたが、すぎぞは開幕してほしいっていう人は、 あの時の感覚を再体験したいだけなんだよ。と発言し、断固として反対していた。しかし、市川哲二の著作、私がビジュアル系だった頃でのインタビューでは、ルナシーを偉大なる失敗バンドと位置づけながらも、失敗の要因を全部クリアできて、もう一度5人が人間的につながり合えるのであれば、リスタートとしてありかも。と、再結成を完全否定しているわけではないことが、 伺える発言もしていた。2001年、2002年、2003年、2004年、2005年、2008年、2009年、2008年5月のハイドメモリアルサミットへの参加以降、結成20周年となる2009年を迎えても、バンドとしての動きはなく、再び事実上の活動休止状態に入っていた。結成21周年となる2010年5月29日、 公式サイト上に公開された映像においてリブートなるメッセージを発表。その日から毎月満月の日、6月26日、7月26日、8月25日を減るごとに少しずつ映像が変化していき、8月25日の最後の更新においてメンバー全員の集合した映像が公開されると、共に8月31日に香港において、 メンバー5人による、機会券を開くことを発表した。なお、香港は、アジアツアー中の2000年11月8日に、終末についての記者会見を行った地でもある。8月31日の記者会見では2008年、以来2年ぶりに、メンバー5人が、公の場において一堂に会し、ルナシー 20th Anniversary World ツアーリブート、2 The New Moon- の開催が、 メンバーのから発表された。ドイツ・ボーフム、11月27日、アメリカ・ロサンゼルス、12月4日、香港、12月11日、台湾、台北、12月18日、そして東京、12月23日から24日をめぐる、ルナシー発の本格的な世界ツアーとなる。この会見の様子は、ユーストリムでインターネット中継され、 一般のファンも視聴することができた。11月27日、ルナシーにとって、約2年半ぶり、また初のヨーロッパ公演でもあるドイツ防府ムでの、ステージを皮切りに、ワールドツアーは、予定通りスタート。その後も初のアメリカ公演となるロサンゼルス公演、2000年の、ツアー、ブランニュー、カオスアクト2以来10年ぶりの香港公演、台北公演をそれぞれ成功させ、 復活した新しいルナシーを日本以外のファンにも披露した。ツアー中の12月1日には突如12月25日の東京ドーム公演ルニッシー黒服限定ニングザホーリーナイトを追加で発表。さらにその公演は史上初となる東京ドームでの完全無料ライブとすることを経て発表した。このライブは結成当初のルニッシー名義での復活ライブとなり、 インディーズ時代に行っていた黒服限定ギグ同様にドレスコードを黒服に限定。そしてアジア公演前の12月10日には東京ドームサンデーズ終了後のリブートツアーの追加公演となる2デーズライブリブートザラストカウントダウンマイナスを12月30日と12月31日に神戸ワード記念ホールで開催することを発表。関西圏でのライブは10年ぶりで 12月31日の公演はバンド初のカウントダウンライブとなった2019年5月29日発売の LP 版はルナシー結成30周年を記念してオリジナルアルバム全8作品を一挙アナログレコード化したもの全タイトル重量版2枚組使用ルナシーの楽曲がインストバージョンで収録されているルナシーメンバーの演奏ではないすべて ルニシー名義で発表ドレミ学譜出版社のものはルナシーシングルス以外絶版。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。